桐崎先生が呼び出そうとしていたのはあなたのお姉さんの霊だった。知っていましたよね。よかったら聞かせてもらえませんか。お姉さんの交通事故のこと。そんなこと調べてたんですか。辛い記憶だと思いますけど。はあ、仕方ないですね。1年前お姉さんが運転してて、私助手席で寝てました。はあ、そのうちお姉さんも眠っちゃったんです。それで突然ドッカーン。ノリノリだな、のどかさん。気がつくと車は火の海。お姉さんの姿も見えなくて、私助手席のドアを開けてなんとか逃げたんです。それは大変でしたね。当時のお姉さん本当に疲れてたから。あの医者に医療ミスの責任を押し付けられて。